久しぶりですね、山寺来ました。今日はこちらにいらっしゃるんですね、社長の初恋トークということで。わー、緑が眩しい。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。こちらこそ。遠藤さんですね、はい、そうです。いやー、山寺もいい季節じゃないですか。あの季節は最高ですね。ちょっと暑いけど今日ね。今日暑いですね。だから暑いのは当たり前です。でも初恋の話も暑いですよね今日は。あ、うまいな。そんな暑くてどうすかな。どうなっちゃうんだろう。溶けるかもしれません。確かに暑い。じゃあよろしくお願いします、はい、お願いします。お願いします。 Even if I lose my way You'll lead me with light of heavenYour word makes me run to goddess of wind. Now it begins to go. 社長の初恋トーク。今日は有限会社遠藤物産の遠藤正明さん、お話伺います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。声でかいですね。いや、セミの声には負けますけどね。いやー、こういう取材は受けたことありますか。いや、こういう内容はないですね。なかなかね。なかなか、あの、OK 出しましたけど、本当に良かったのかなと悩んでます、今。今日、あの、ちょっとですね、はい、フリップに、いろいろ書きまして、はい、テーマにこう即しながら、はい、これ危険だよね、でも。これ危険。一つ目の項目いきますか。はい、出会い。出会い。これはね、伺わないと。じゃあいいですか、真面目に。ぜひお願いします、はい、小学校1年生の時の同級生なので、その人はで同じクラスだったんですよ。まあ同じクラスっても山田小学校1クラスしかないので、出席番号も実は一緒だったんです。僕3番で、彼女も3番だったんですけど、普通の 1,2,3,4 ってみんなこう並ぶでしょ。その3番の席にいなかったんですよ、はい、3番の席には4番の子がいて、なんで3番いないんだろうなと思ったら、数日後こう頭を包帯言った子が学校に来て、その子が3番だったんです。で、小さい私は大丈夫なんだろうか、死ぬんじゃないこいつみたいに思っちゃって、なんかそこからこうすごく気にしだしたんですね。で、その人が初恋の人です。それ何歳頃だ。小学校1年生の時。じゃあもう最初の小学校入って、はい、衝撃的な、俺にとっては衝撃的な出会いですよね。包帯真っ白な頭で来たから。確かに、うん、絶対死ぬと思ってましたからね。衝撃的な出会いですよね、勝手な出会いですけどね。出た、天気。やっぱこうなってきますよね、うん、同じ環境で告白することがもうなかったってわけですよね。小学校、ね、中学校、恥ずかしいしね。恥ずかしい、言えないですよね。言えない。バラバラだったんですか、高校。高校は違います。はい、でも同じ電車なので1本しかないんです、朝行く時の電車って。で、帰りは違いますけどね、お互い部活やってたので。ちなみに遠藤さん何部。僕バレー部でした。その相手の方は何部。卓球部。へえ。大会とかでも会うわけでもなし、会う機会が朝の電車ぐらいかな。でも乗る車両が違ってたんでほぼ会ってませんよね。で、僕の車両は座るのは2両目だったので、彼女は1両目に乗るんですよ。だからここにいんのが分かって言ってました。確かにこう視線のこう先に見、毎朝見てましたね。淡い遠藤君は。何言ってんのかな。いや本当ですよ。でもね、その頃はそうですよね、はい、10代なんてね、はい、でもそろそろちょっと私としてはその若かりし頃の遠藤さんに行ってほしい。そろそろ高校生ぐらいになってきた。で、高校2年にの時に、彼女の学校の文化祭に行ったんです。誘われてもいないのに。でも行動に移したわけですね。行きました、同級生を連れて。同級生を連れて、一人で行っちゃいけないと思って、はいはい、で行って、その後に映画見に、映画に誘いました。おお、来ましたね。そのどうやって誘ったんですか。映画見がねって。それしかないでしょ、だって余計なこと言えないし。相手の答えはいいよって。あら。で、映画見に行ったんです。何の映画見に行ったんですか。グリース。当時流行ってたんですね、オリビア・ニュートン・ジョン大好きだったので、中学高校から、
どうしても見たくて行きました。よしと思った途端に大学受験が始まるので、ちょっとやめ休みましょうって言われて、受験が終わるまで。あ、もう告白したんですか、その後。いや、告白はしてないような気がするな。テレビじゃないんで好きですとかって言ってないと思うな。でも、じれったいです ね。何が受験だと思って小中高校と一筋ですね。でもね、一筋、はい、かー。でも大学受験もじゃあ無事終わって、お互い、はい、で彼女は地元の大学で、僕は福島だったので。あ、そうですか。付き合ってないわけですよね、まだ。うん、じゃあやっぱりこう、何、こう、こうなってきますよね。でも、うちの家内は先生。え、ちょっと待ってください。え、あ、何、間違った。今なんか、家内間違った。いや、いいんですけど、え、え、うん。そう、その人と結婚しました。奥さんなんですか。はい。ずっと今の奥さんの話。そう。いや、決断っていうから、あ、いや、言っちゃった。いや、初恋の話だから、ずっと初恋なのかと思いきや。うちの女房です。あら、先に。いや、声でかい。奥さんなんですか奥さんなんですって、うん、だからごめんなさい、ちょっとあんま興奮しちゃった響くから山寺がね、うん、聞いてる、エニーさんでもずっと見てましたからね、うん、だよね、そうそう、そう、あ、そういうことですか、はい、そうなんです。はぁ、決断という意味では結婚の決断なんだろうなと思って。はいはい。ちょっと奥さんだという事実が分かったんですけど、はい、大学に行って、じゃあそこでもう、じゃあお付き合い始まったわけですね。始まりましたね。よかった。始まりました。離れましたけど。ああ、そうですか、うん。そうですね。そうなってくると結婚の決断ですよね。はい。何年くらいもお付き合いがあったんですか。結局自分としては高2からなんで、ちょっと休みあったけど、高2からずっと付き合って、大学4年間で2年後に結婚しました。だから先生だったんですよ。先生を辞めてくれて、うちのお店の仕事に来てくれたので、決断か、その結婚しようっていうふうになるよりも先に、家族同士がもう結婚した方がいいんだみたいな話になって、は周りから固めていかれたんですか、うん、親同士がもう話し合いしてましたねあ、そうですか、うん、へえ、もうそういう感じなんですね、はい。え、なんか当時のなんか写真とかってあるんですか、その頃。あ、あります、あります。大学素敵です ね。これいつ頃の写真ですか。大学2年ぐらいじゃないかな。あ、じゃあちょうどもうその受験の時代のお休みが終わって、はい、一番楽しい時じゃないですか。そうそうそう、いい顔してるでしょ。これどこに遊びに行った時の写真ですか。実はどこだかよくわかんねえよ。本当にどこの滝だったかなと思って。こう後ろに映ってるのは滝ですよね。滝、この滝を見に行ってますよね。見に行ってる。どこの滝だったか記憶なくて、写真だけは記憶あるんだけど。部屋に飾ってる写真です、これ。でも素敵な写真ですよ、うん、ねえ。あ、でうちのにどこの滝って聞いても、どこだったかなってお互い分かんないのも覚えてないんですか。そう、いろんなとこ行ったから覚えてないね。あー、なるほど。だって実は重要なのは滝じゃなくて二人だから。いいこと言いますね、うん、今いいこと言おうと思って滝じゃない、二人が。二人、あれ今日奥さんってどこにいらっしゃるんですか。いないっす。あ、いないって、いないって、別にちょっと出かけてます。出かけてるんですか、うん、お話伺おうかなと思ってたんですけど。あ、やめ、だって俺の話ですもん。確かに遠藤さんの扱い登場はするんだけど。そう、でも確認したいことがあって。あ、本当に。遠藤さんは初恋はもう小学校入ったから、はい、奥さんは違うかもしれないと。うん、聞いたことないです。これ確認した方がいいんじゃないですか、電話で。いやいや、聞いたことないもん。聞きましょうよ。ちょっと出るかどうかわからないですけど。あ、出ないな、病院だったり。あ、出た。今収録してんだけど。あー、いらっしゃいましたね。あー、どうもどうも。どうもどうもどうも、あ、じゃあ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 、こちらにどうも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 、どうぞ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 、失礼します、こんにちは。いや、いい話ですね。もともと幼馴染だったんですね。困りましたねいやいやいや
急におとなしくなりました。急になの、あの遠藤さんが大丈夫だから、あれだけお話ししてくださったのに、ちょっと検証したいことがあって。何を検証するんだべ。これあの社長の初恋トークということを伺ってまして。初恋、初恋、遠藤さんの初恋は、はい、奥さんだ。はい、遠藤さんは最初に小学校入った時、うん、どんな感じだったんですか。こっち、ええ、三角鶏どういうことですか。あだ名だった。三角鶏ってあだ名で、痩せすぎて顔が逆三角形で。そうそう、あ三角鶏シュッとされてて、あだ名が色も白くて、子供の頃ですからね。ちょっとね、透かしてるっていうか、透かしてるっていうか、俺はちょっと違うんだよっていう雰囲気を出しましたね。ひどい言われようですけど言われようだな。ちょっと食い違いがありますね。最初は違ったんですね。え、何が好きだったわけじゃないですね。私、ええ、違う違う。そんなはっきり言わなくてもね。ねえ。だから聞くのやめようって言ったでしょ。だから、でも聞いたことないって言ってたから、ちょっと聞こうかなと思って。だってね、児童会長のね、選挙で争ったんですよ。あ、聞きました。子供の頃ね。いや、それは聞かなかったですけど。絶対それ言うと思った。小学校6年生の時に、児童会長に立候補したんですよ。私と主人ともう一人女の子がいて。ええ。で、私はなる気満々だったのに、言ったことが、こっちが結局当選したんだけど、私たち女性2人は票が割れたからだと思ってたのに、女性の票も俺に入ったと。俺が受かって当然だみたいなこと言って、で結局私が副会長になって、で意見が合わなくて児童会室で特務屋の喧嘩をしたという言ったでしょ、喧嘩してたってで映画行ったの覚えてますか。映画、あ、高校の時ね。皆さん何見に行ったか聞いてくださいよ。何見に行ったか覚えてますか。覚えてますよ。サタディーナイトフィーバーじゃなくて、グリースだね。あ、グリースだ。違った何それ何だか忘れてるな、ええ、最後に最後に、はい、どんな方ですかね。結婚も35年、もうそれ以上ですけど。すごいですよ。みんなからの信頼も厚くて、もう娘たちからも大好きって言われてて、孫からも好かれてるし、地域の方々からもちょっと一目うるさい男だなと思われるぐらい、あの真面目で一生懸命な人なので信頼しております。はい、こう一緒になってよかったですね。よかったですね。お互いボランティアで結婚したんですけどね。ボランティア精神でね。いや、いいじゃん。 仲いいですね。仲いいってことは素晴らしいですね。ありがとうございます。あ、いやいや、どうもありがとうございました。淡い話だけよ。すいません、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。